マイク大丈夫かな？これマイク大丈夫かな？とパジャマのパテもそう。はい。というわけで、もう4時なんですけど、5時や。朝からずーっと作業して、下駄箱を作り直しておりまして、今終わりました。いろいろなんかしようかなと思ったんですけど、弁当買ったりね。もうくたくたで無理。というわけで本日は、スマホのインカメでマイクを外付けマイクにしてしもてるという、ちょっと冒険してます。うまくいくかわかんない。音がこもってるかもしれないからね。どうなんだろうな。じゃあどう？この辺見としてあれ。この辺見としてあれ。カメラここにあるんだけどね。俺の画面見るとね、カメラこっちやから。お前、ここ見とかない。でも画面こうなってるね。なんだかな、もう疲れたわ。ゲームしたかったのに。まあ、やろうか、この後。とりあえず、音声は悪い信号があります。確認できないし、テストもしてないんで。ちょっと待って、唐辛子あるよな。六助の塩はまだ使ってません。使ってませんってよ。そう、ちょっと使った。昨日、天ぷら、鶏天に使いました、そうや。で、今日、ほんまはちょっとゆっくりもしたかったんですけど、明日、ペーターが花の子とか言ってるんで、明日ゆっくり、明日作業できないんで、もう仕方がない。今日頑張ってやったというところでございますけど、ワンタンメン、猿之助の塩ワンタンメンと、これじゃいい。カメラこっちか。これじゃいい。はい、いただきます。いただきます。もう少しを入れてみようかな。あ、もう酒飲んでますよ。もうやめました、今日一日はもう終わりました。ああ、なんで俺は炭酸水を冷やしなかったんや、バカめ。本当に。キンキンに冷やしときゃもっと美味しかったの。まあ、で、氷入って消えちゃうもん。ちょっと炭酸に上回るよね、氷が溶けてね。いただきます。あ、でも札幌一番塩ラーメンと、ちょっとかに海鮮を混ぜた感じ？カニカマって言われたけど、ちょっと海鮮を入れた札幌一番塩ラーメン。黒胡椒入れたしか。あ、でも、あれやな。魚介の出汁が効いてます。魚介？そう言ったら、鳥や。鳥や。俺からしたら魚介やけど。なんぼ鳥やったら俺からしたら魚介ですけど。ただ、疲れた体に塩分が染み渡ります。最高ですね。結局、休みの日もカップラーメン食べとるわ。あっさり。醤油のやつも美味しいか。というわけで、天丼食います。本当は、カツ丼食いたかったけど、なかった。とにかくちょっと油ギッとにしたやつは食べたかった。うめえな。飯うめえ。5時なんですけども。今日ペーター仕事遅いんで。今日も帰ってきたら10時くらいなんで。今日はね、焼肉、肉食います。焼肉しよう思ってます。夜の10時から。
わからんけど。花見は、明日、一応、今のところは、お弁当を作って、花見の予定なんですけども、俺今日くたくたやし、明日も筋肉痛になって、朝から、整骨院もあるし、ウォーキングもあるんで、もう嫌になっちゃったら弁当は作らないけど、一応今のところお弁当を、お重をわざわざ買いましたよ。二段のお重を。明日の花火のために。うん。だから、ロブスケのね、塩でおにぎり握って、行こうかな、思っとったらね。巻き寿司しようとか言ってた、あいつさ、空気読めねえ、ロブスケの塩やから、俺もおにぎりさ。巻き寿司だよ。巻き寿司ってね、具材いくやん。でさ、この具材を作ることによって他のおかず作るのも時間かかるよ。さらに時間かかるよ。おにぎりだね、具入れて握るだけやからいいけどさ。巻き寿司かよってと思ってるんですよね。巻き寿司なんか買ったらええやん。わざわざ作りたくないな、巻き寿司は。もう、俺が作んやん。めんどくさいやん。一緒に作ったらいいやと言って。あいつ、朝からどんだけ時間あるの？いつもギリギリ飲んだらね。明日やることいっぱいある。接骨院とかもいかんし、ゴミ捨てもいかんしね。タケノコや。春やな。ちょっと楽しみや、タケノコ。春感じるわ。うまい。これなんやろ。オクラ。オクラや。あ、うちね。去年、オクラを植えたらね、オクラをね、家庭菜園したんですけど、すごい量できて。んで、最後のはほっといたんですよ、種取ろうって。カピカピに乾燥してたね、オクラの実のところを切り落として、先日まで放置してたんで、もう種がね、いろいろありますね。黒くなってるのもありますけど、白くなってるのもあったりとか、どれが使えるかわからんから、とりあえず全部ね、今回ね、地植えしてやろうと思ってね、うちのね、花壇に植えました。どうなんやろ。エビうま。まあ。もっと食いたいとこなんですけど、もっと食いたいけど。夜焼肉やるんで、ロックスキーの塩かけて、肉食いたいんで、
この辺にしときます。あと焼きそばもね、やろうから。疲れたー。食べれたなー。ゲームセンター寝てまいそうな気がするけど、ファイナルファンタジーやりたいしなー。もうそういう、ここ1週間できてないもん。眠たいかもしれないね。もちろん今日朝の5時から起きて、ペーターの弁当を入れて、ウォーキングして帰ってきて、今日はちょっと8時に荷物を取りに行かないといけなかったんで、ペーターを駅まで送り行くまで、荷物を取って、スーパーに乗って、でその後、ちょっと前歯がまだ書けなくて、歯医者に乗って、で、ちょっと買い物を、いろいろ買い物をして、で、肝剤、木材買って帰ってきて、DIY。そして今に至るんです。こんなの月曜日のお手元でございました。それで皆様、週の始まり、ご苦労様でございます。はい、ごちそうさまでした。ほな。